皆さん、最近お買い物しましたかね。はい、今回は僕が最近買って良かったものを、3つ持ってきたんで、そちらをね、誰得かはちょっと分かんないんですけど、紹介していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。オクテットチャンネルということで、どうも安藤です。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回ですね、最近僕が買ってよかったなと、気に入ってるなというアイテムを、3つほど持ってきたので、そちらをね紹介しようかなという、ちょっと新しい企画になっております。はい、多分前に1年に1回ぐらい撮ってるのかな、正月ぐらいでしたっけ、今年買ってよかったアイテムみたいな動画やってますよね。そう、なんで前にもね本当は撮ってたんですけど、もう年一の特別企画みたいになってて、別にそんな大層な企画ではないんですけど、定期的にね僕らもやっぱり自分で気に入ってるものだったりとか、スタイリストとかバイヤーとかってそういうの買うんだみたいな、それを気に入ってんだみたいなところもね、こうお伝えしていけたらいいかなと思いまして、普段うちのチャンネルを見てもらってる方がね、見ていただけたらいいなと思ってね、お話ししていこうかなと思います。はい、なんで特にね、だから何ってわけではないんですけど、ぜひね時間潰して見ていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということでね、早速一個ずつちょっとお見せしてお話していこうかなと思うんですけど、まずは靴からいきましょうか。はい、じゃん、こちらですね。はい、ボードイン&ランジさんの、ベルシアンシューズですね。タッセルローファーです。はい、こんな感じですね。動画でもねご紹介もしてましたし、今年の春夏から、ファーストシーズンでね入れさせてもらってるので、2023年春夏ですね。でうちは取り扱いがスタートした、ブランドのやつで、僕今黒いやつ自分のやつ履いてるんですけど、去年あたりかに、自分もね普通に2足買って履いてたんですよ。でどうしてもねこれが入れたいなということで、セレクトさせてもらって今年から入れたっていう感じの、ブランドなんですけど、色味的にブラウンとベージュとブラックとグレーとこの4色入れさせてもらってたんですけど、どれも使いやすい色だし、すごいねいいなと思って選んできたんで、全部欲しかったんですけど、ちょっとこう持ってない系統の色でっていう意味ではこのグレーがね一番いいなと自分は思って、買い足しました。はい、色味とかは結構ねこうやって見ると分かりやすいと思うんですけど、こうブラウンっぽいようなグレーのスウェードのローファーになってて、すごくいい色だなと思って、なかなかない色だなと思って、います。はい、ただね全然合わせもしやすくて、何にでもこうデニムとかスラックスとか、僕はハーフパンツとか結構いろんな服装に合わせたりするんですけど、すごくね使いやすい合わせやすい、一足です。はい、ボードイン&ランジさんの靴は世界一美しい靴っていう風に言われてて、世界一美しいフェリシアンシューズって言われてて、本当にね形が綺麗なんですよね。もう履くだけでねすごくエレガントで上品、もういいなっていう感じになるんですよね。本当に自分の好みにバチッとハマってるっていうのもありますし、すごくねスタイルが決まるので、そういったところがね一番の魅力かなとは思ってます。履き心地もすごくね良くて、意外とこういう革のローファーとかって歩きにくかったりとか、あとは疲れやすかったりとか、はい、そういったところがねネックになってるみたいな方もね多いと思うんですけど、全然そんなことなくて、案外クッション性もねこんな薄いソールですけどしっかりありますし、で革が何より柔らかいんで、もうね履いてないみたいな感覚っていうと
本当かよって思いますけど、あの本当にねこう軽くて柔らかくて履いてないみたいな感覚で履けるスリッパみたいなめちゃめちゃ綺麗なローファーっていうのがね僕の、印象です。なんで、ね、すごく履きやすいし、でしかも履いてくとこれまためちゃめちゃ柔らかくなるんですよ。もうクタクタで、ペロペロのこう革といいますか、こうクタクタな革になるんですよね。なのでその辺がねすごくねこう育てがいもありますし、履けば履くほどもっと履きやすくなるんで、すごいねいいなと思ってます。はい、あのかなり僕も使用頻度が高いんで、仕事の時結構しょっちゅう履きますし、休みの日もガンガン履くんで、結構ね柔らかくなるの早いんですけど、こうあんまり普段履かなくてみたいな方は長いことかけてね時間をかけてこう育ててもらうっていうのもねいいんじゃないかなと思ってます。はい、まあそんな感じですかね。一応僕はあのちょっと汚いんでお見せするのも申し訳ないんですけど、こういうねハーフラバー、ラバーをね貼ってます。はい、あの一応革のやつをセレクトしたので、まあ、そこが一番エントリーでこうねブランドを取り扱い始めるのにあたって一番最初にご案内するにはいいかなと思って入れたんですけど、あの滑るんですよ、やっぱりつるっと滑りますし、あと革自体がダメになっちゃうと結構まずいので、あのラバーを貼ってそのラバーを貼り替えてみたいな感じで履いていこうかなと思って、まあ、今までのやつもそうでしたし、まあ、これも一応貼っています。で、ヒールはそのまま変えずに今あの純正のままと言いますか、はい、で履いてるんですけど、まあ、ここは変えずにすり減ってきて、まあ、ちょっとだいぶもう来てますけど、すり減ってきたら新しいものに変えようかなと思ってるので、まあ、そのまんまっていう感じです。はい、ただ若干僕にはサイズが大きいんですけど、39サイズっていうサイズで、普段靴を選ぶときパラブーツとか、まあ、フィリップモデルさんとかも基本的には39なんですけど、このブランドはねもうワンサイズ下げておけばよかったなと自分の中ではね思ってます。はい、はい、ということで、2個目なんですけど、これですね、はい、キーリングです。ちょっと自分の家の鍵のついてますけど、フェリージさんのキーリングといいますかキーホルダーを最近ゲットしまして、これもねすごくねいいなと思って気に入ってます。はい、今まではお誕生日の時にだいぶ前ですけどもらったやつをずっと使ってて、それを10年以上かなずっと使ってたんですけど、ちょっとそろそろね買い替えようかなと思って、ちょうど、半年前に買い付けてきたやつでこれいいなっていうやつがあったんで、それをね、まあ、自分でも使おうかなと思って買いました。はい、デザイン的にはこんな感じで大きいリングに、カーフというかシボ革ですかね、はい、シボ革 のレザーのこれはなんていうんですかねストラップかな、はい、ストラップがついてるっていうシンプルな、キーリングになってます。はい、なのでそこがすごいいいなと思いますし、最近小物がこのグレージュというかベージュっぽいような色味で合わせるのがすごい好きなんで、ドンピシャだなと思って買いました。はい、で使い勝手的にはねあんまり不便に感じたことは何もないですし、これめちゃめちゃいいじゃんっていう機能があるわけではないんですけど、一応こう3つねフックがついてて鍵つけれるようになってて、普段は、車の鍵つけるときと、家の鍵とぐらいの2つしかつけないんですけど、まあそのぐらいこうスマートにシンプルにっていう感じでいいかなと思ってます。はい、なんかたまにこうチャラ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 こう、ね、やってるのがすごいいいなと自分の中では思ってます。はい、そんな感じです。なんか高級感もあるし、はい、いいんじゃないかなと思います。いや僕はね自分で買い足しましたけど、なんかプレゼントでこうどなたかにあげたいだったりとか、まあ、ご夫婦でとかペアで、お二人で使うとかでもいいと思いますし、そういうなんていうんですかねジェンダーレスでこう服装とかも問わずちょっと大人っぽいかっこいいなんかこだわりのアイテムみたいな
ので、まあ、こういうのねぜひねおすすめです、はい。あともう一個はですね、もうすごいね近い話になっちゃうんですけど、これですね、はい、じゃん、わかりますかね、これ一応名刺入れなんですけど、フェリージさんの名刺入れを同じ革でですね合わせて、はい、キーホルダーと同じ革でゲットしました、はい。ちなみにごめんなさい、これ私物じゃなくて家に忘れてきちゃったので、ちょうどね今年セレクトしてるやつで同じやつなんで、持ってきたんですけど、これもすごくね気に入ってます、はい。まだ 2,3 回しか使ってないですけど、そんなにこう頻繁にね名刺交換をする機会があるわけじゃないので、まあ、これからガンガン使おうかなと思ってます、はい。で、このシリーズが特に僕は多分好きなんですよ。この脂肪側の感じとか色の感じだったりとか、これめちゃめちゃ柔らかくていい革使ってて表情もあるんですよ。でフェリージさんのこう名刺入れはずっと僕使ってたんですよ。グレーの黒子の片押しのやつですね。ただそれも結構ダメになってきちゃって、まあ、いい感じにこう経年変化というか経年劣化というかをしてきたので、そろそろなと思って、まあ、買い替えたっていう感じなんですけど、すごいね革の質がいいので持ちもいいですし、なんかこう使い込んでいくと本当に味が出てくるのがフェリージさんの革の良さかなとは思ってて、名刺入れなんかは特にねこうちゃんとした商談の場面だったりとかきちんとした場面で使うものなので、まあ、そういうこだわったやつがいいなと思って、しかも、まあ、全部小物の色合わせて、一応だいぶ前に財布も買ってるんですけど、財布もこういうグレージュの色味で合わせてるので、まあ、そういったところまでちょっとこだわってみました、はい。使い勝手も、まあ、僕は基本的にはシンプルでいいかなと思ってるタイプなので、すごくね満足してます。こんな感じでね大きく、名刺を入れるところが一つあって、で、もう一箇所こうカードを入れる場所があってっていうだけの、まあ、2つの部屋があるだけのシンプルな作りなんですけど、まあ、それがまたいいなと、自分は思ってます、はい。何も不便に感じたことはないんで、はい、すごいね、これぐらいで十分かなと思います、はい。でこの革ですよね、この表じゃない裏側、はい、ここの革が焦げ茶色になったりとか結構こうシワができたりとかしてすごいいい表情になってきて、でそれをこうちょっとねオイル塗ってあげたりとかメンテナンスしながら大事に使うっていうのがね、僕はいいなと思ってます、はい。一応ね、最近はこのキーリングと財布と、靴とっていう感じで、3つかなと思いますけど、なんかまた定期的にこういう企画もやっていこうかなと思いますんで、まあ、ぜひねお付き合いいただけたら嬉しいなと思いますし、まあ、これ見てもらって共感して、多分在庫があるものも一部ありますし、ものによってはね通販サイトからゲットしてもらえるものもあるんで、そちらもねチェックしてもらえたら嬉しいなと思います、はい、はい。という感じでいかがでしたでしょうか。最近ねこう皆さんが買ったものとかぜひコメントで教えてもらえたら、僕もあいいですねとか、まあ、うちのやつだったらすごくね ありがとうございますと嬉しいですというふうにね思えるので、ぜひね教えていただけたら嬉しいなと思ってます、はい。ということで、この動画がいいねと、気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。